タート始まりますよ。初企画で YouTube で大食いの動画を上げたところですね、うちの会社の副社長と専務の評判がものすごくいいんですよ。めちゃめちゃいいんですよ、マジで。専務が優しいとか素敵とか、副社長のツッコミがめちゃめちゃおもろいとか、主役よりおもろいって言われてるね。僕もそこに魅力を感じてましたね。その方たちと一緒に何か番組できないということで生まれた企画がこのトーク番組のりといつも3人では喋ってるんで、まあ、ゲストを呼んで喋っていきたいというね、そんな企画となっております。じゃあ1回目のゲスト、これね、もう、そう、満場一致なんですよ。誰を読んで、お話聞きたいか。ほんまに、満場一致なんですよ。こう、話を聞くプラス、なんかそれがね、ベリーベリーの良さの魅力を伝えるものに繋がればということで。はい。というのが、今回の趣旨企画になりまーす。ゲストに登場していただきます。本日第1回目の記念すべきゲストはカオルちゃんです。チャカチャンディンチャンディンチャンディンチャカチャンディンチャンディンチャンディン、いましたようこそ、よろしくお願いいたしま す。今日はありがとうございます。満場一致のゲストというのは、はい。で、今日はそのために今日トークテーマも全部作ってきました。こちらも、こちらの副社長専務も見てない。それを楽しんでいただきながらというのと、今日なんと、リラックスしてトークするために副社長と専務が、お茶菓子を、デザートを持ってきてくれましたので、それ紹介しておきましょうか、せっかくなんで。過去は、うん、どこに、あ、こっちも、こっちも映ってるから。あ、そうそう。これのシュークリーム。ポレポレさん、ありがとうございます。よかったらね、ベリーベリーのスポンサーになっていただいて、ね、紹介しますので。これ、皆さん大好評ね。これ、スポンサーついたらおもろいのにな。ポレポレ。僕はね、ポレポレさん。僕のバイト先の近くです。はい、あ、そうですか。はい、ポレ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 、はい、覚えました。覚えました。覚えてない、ポレポレ、はい、覚えました。で、どこの真ん中にあるの？金柑玉玉。金玉です。美味しいです。玉まで、長まで行けば。金玉です。金金。はい。玉、ああ、ありがとうございます。やっぱり2個ずつね。玉玉2個ずつ行きましょう。いただきます。いただきます。はい、リラックスしてトークしていきましょう。はい、乾杯しておきますか。じゃあ、はい、カオルちゃん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はありがとうございます。はい、ありがとうございます。ね。ずるずる。茶か。ちょっと見えます？こう、こう話した。見えますよ。見えます。うん、OK。じゃあ、お茶飲みながらでいいので、はいはい、はい、今日は作ってきました、のりトーク、よね、株式会社フィットネス芸人プレゼンツということで、ほんま記念すべき1回のゲスト、次回していきましょうか。あ、一つしてた、光栄でございます。1回目、いやいやいや、もうだって意外とね、喋ってないことが多かったりするんで、だって休憩時間にちょっとしか喋れない、うん、そうな、うわーってしてるから、うん、自分の時も、うん、飲み会の時酔っ払ってね、全然社長も酔っ払って、いきなり飲んだ、わーってなってるから、いつもなんかゆっくりお話を聞いてみたい。はい、じゃあパソコン見ていただいたら、はい、Today's Guest、 改めましてドドン、カオルちゃんということでね、いや、走り回ってますね。奥の方には激痩せしてる副社長もいます、ね。いただきます。うまいね。うん、さっき溶けてしまわないうちに。シュークリームのこういう長いのって初めてでしょ？うん。いただきます。売り切れちゃうぐらい。うん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 。
美味しい。美味しい。ね、食べながら。うん、さあ、勝手に考えました。キャッチフレーズ。どこに行っても人気者。カールちゃんの魅力に今日は迫りたいと思います。勝手に考えたんですけどね。このフレーズが一番ピンときたんです、ね。いや、そうですか。はい。なんかの、おっちょこちょいではよく言われますけど。いや、もう、はい、第一印象は、ストイックな、なんかアスリートっていうイメージ。ああ。第一印象わかるわかる。なんかもう、スラッとした美脚。もうめっちゃわかります。なんせ美脚。美脚そう。大脚やけど。そういうこと言うとっちゃうの。B とか O なんですよ。美しい。もう皆様に後でお見せ出してもらおうか。出してもらおうか。足出してもらおうか。足さっき生見たんで。生見ました。なるほど、じゃあ生落としてもらって。生カオル見た。これは回数を重ねるごとに、何やこの面白い人は。初めちょっと喋りなかった。うん。いや、ただあの言う。それは昔から言われるんです。うん。うん。僕と一緒ですよね。なんか、あの、ツンってしてそうな。最初はね。うんうん。うん、あ、そうなの最初だけ。うまいな。最初入った頃かな、最初。うん、しんどいね。いや、ほんましんどかった。ね、うん。今、一個覚えてるのは、うん、ハイとかコンバットどっちかで、ちょっと息切れしはってて、ちょっとハッてしたら、大丈夫ですか、休んでくださいよって優しい言葉をかけてて。で、その後、忘れてるわ。その後、私がしんどそうにしたら、やれなんかいいもんね。カウさん、特別お伝えしていただける。いや、もう、年齢でいたわっていただいてるんで、ね。いえいえ、僕関係ないです。関係ないです。そうするの。エスコもケツ叩いてる。年齢は関係ないです。関係ないです。エスコちゃんと同級生やな。関係ないでしょ。これ、カオルちゃんはね、どこに行っても人気者、カオルちゃんの魅力に迫るということで、トークテーマ3つに大きく分けさせてもらいました。過去、未来、現在ということで。これが、過去実際そうそう、大きく3つテーマですけど。まあ、過去は今出てる僕との出会いとフィットネスとの出会いについてのお話が最初のお題になります。はい、先にね、うん、じゃあ一緒に見ていただいたら、調べたんですよね、携帯で。うん、いろいろね、カオルちゃんとコミュニケーションを取るようになったのは2021年からちょっと頻繁にお会いするようになってましたね。うん、それまでは、一回ルネサンスの近くで走ってて会ったの覚えてます？あれ？ランニング中に。ランニング中に会ったんです。走ってて、あのルネサンスの、ね。はい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 。ほんで前から走ってる人来るの。お母さんが、お母さんなんですか？初めまして。が、初めて。あ、そうですか。はい、すいません。覚えてないです。覚えてないです。市川橋の近くで会って。結婚式。結婚式ですね。結婚式のことはよく覚えてますよ。逆にあんまり覚えてないです、ね。え、そうですか。酔っ払ってた。酔っ払ってた。舞い上がって？舞い上がってはないですけど。そんなに喋ってないですよね。え、チェンチェル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 。いや、それは僕も覚えてます。遅れね、遅れね、遅れ。チンチェルとは言わへんね。僕の関係者のテーブルしか笑ってなかった。いや、大丈夫。そんな喋りました。受けてました、受けて。喋ってはないですよ。挨拶ぐらいでしょ。まあ、その時挨拶ぐらいですけど、ね、から、うん。だから、その時。から、まあまあ、お会いして、2021年ででも何かって言ったら、ベリーの案件始めた時から、なんですよね。なるほど。うん。これは、お家にデリバリーした時。何をデリバリー？はい、仕事なかったんですよ、コロナ。うんうん、で近くに有名なムッシュという喫茶店があって、そこに乗り場イーツ1日やらせてくれ。うん、そんなら店長さんがいいよ、うん、で頼んでくれて、バイクでお届けしたっていう、そういう独自の企画
に乗っかってくれるんです、ね、これはパーソナルトレーニングですね。うちの乗り慣れてるんですけど、ありますよ、ここに全部、家のも全部そうですね。あ、そうでしたね。で、初めて、ね、トレーニングして、なぜちょっとずつコミュニケーション取らせてもらうのは2021から、ベリーベリーも2021から、縁を感じる。ね、これはあの姫路でお笑いを見に来てくれた人が、はいはい、まあ、フィットネスね、みたいな、網走のフィットネスのイベントの時も、ちょくちょく来てくれたり。で、ベリーが始まるちょうどね、2021年、この、初めてこの芝生を引いた日にも、現れたりとかです、ね。先生、どうしたんですか？森先生。いや、これは、あれですよ。ベリーベリー始めるときに、300万集めますっていうクラウドファンディング、250万しかいかなくて、力不足やったってことで、意味わからん。はい。これをイベント中にやって、もっとみんな、わーって言うかなと思う、みんなドン引きやった。アボシの体育館でね。これ勝ったら気持ち悪い言われて。ニックさんが、ニックさんが勝った。いやいや、勝ることあった。あったんやけど、もうちょっとわーって盛り上がってくれるんかなと思ったら。みんな弾いてたね。そう、坊主ゾーンやった。でもね、この2年ってなくなったよね。やかましい。かわいい。髪の話はいいよ。まだあるやん。そういう感じでですね。なんかの節目節目で、現れてくれる。ああ、そうですか。そうなんです。すごい。いや。なんか、自分で自覚なかったけど、こうやって見て、あ、そうなんだ。ほんまに、いつもなんか絶妙のタイミングでね、現れてくれるんで、僕の中ではタイミング美人って呼んでる。ああ、そうですか。はい、あら、マジで。これからこの後のテーマでも出てきますので。これからも。タイミング。ティッカティッカティッカ。タイミング美人、ほんまに。まあ、嬉しいな、そんなパウルちゃん、やっぱでも今日そのフィットネスの話をちょっと聞きたいんですけど、まあ、コナミさんからスタートしたと思うんですけど、はいはい、まあちょっとこうもう ここまで話していいのかわかんないけど、大丈夫です、夜、はい、時間がもうあったので、はい、なるべくちょっとこう動きたいなと思って、時間が空いたのでね、動きたいなと、すぐコナミがもう 目と鼻の先にあったので、覚えてますよ、行ってみようかなと、そうそうそう、行ってみようかなと、なら初めてそのコンバットに入って、初めてか、コンバット、いや、こんなに死ぬ。もう、いや、私こんなし、あかんあかんって。喉から血が出てる。何分入ったんですか？その時45分だったと思いますけど。誰か覚えてるんですか？インストラクターさん。いや、男性誰だったか覚えてない。覚えてないですか？覚えてないです。いやいや、まさかの、うちのカリスマだったらどうしようかなとか。覚えてない。覚えてないです。もう必死でしたけど、もうその時結構いっぱいで、もう後ろの方、はっと入って、端っこで、ちょろちょろちょろっとこうやったんですけど、そしたらまあ、たまたま近くにいらっしゃった方が、声かけてくれて、で、しんどいけど、こう頑張ろう、言ってくれて、ああ、でも最後に、いや、私こんなちょっと無理かも、って言ったら、いやいや、もう絶対大丈夫って入ってると、もう、楽しさが分かってくるから大丈夫、そこからちょっと胸がときめいてきました。あら、あ、すごい。じゃあデビュー戦はコンバットやったね。そうですね。あ、嬉しい嬉しい。だからコンバットは好きでした、本当。何年とか覚えてます？何年前だろう。もうちょっと待って。あ、全然いいです。ちょっと何年か。あれ何年だったんだろう。私何歳やった？いや、焦らずに。15年ぐらいは、かな。そんなに？ 2015？ まあ大前提。15年ぐらい前。15年前？2008年。うわ、すごい。すごい。あ、じゃあ、めっちゃ盛り上がってた時ですね、この間。そうです、そうです、そうです。むちゃくちゃ盛り上がってた。もう、すっごい人が多かったです。そうなんだ。コンバット歴15年？
だからコンバットとアタックも大好きでしたから。おー、すごい、うん、アタック好きでした。それ受けてて一番おもろかったレッスンの先生の名前とか覚えてないですか？あのね、一番最初のなんか印象残った先生が同じような髪型。どなたでしょう。こんな感じで岡田さんだったかな。岡田さん、岡田さん、わかります、なんかすごくそのこんな印象が強かったの覚えてます。岡田さん、もうやめちゃった。やめられ、ね、うん、ほんまゴリラみたいな体がね、あ、確かにこんな髪だったね、パワーもね、うん、そうそう、こんな、もう。あ、岡田さん、わかりますね。勉強行ってた。ほら。ちょっとバルちゃん。あ、バルちゃんね。バルラー多かったからね。イメージで活躍されてる女性のインスタ。そんな人。だから、どうだろう、こう、入ると、もうそこに集中してしまうでしょ。ただもう、我を忘れて動いてるから、もう、楽しさしかなかったですね。最初は苦しかったけど、慣れてるうちに。その時間は何も考えない。そう。みんな一緒やね。私もそうです。私もそうです。考えたくないから、何を悩んでるんですか。ちょちょ、一緒やなと思って。集中しないといけないんで。もう、時間を忘れたいっていう時に。わかります。すごい、みんな一緒やですよ。そしてどんどんハマれて、ハマってますね。今では。あまり触れてしまったのか。ね。何かスポーツ？スポーツはね、私ね、あの、大の苦手だったんです。もう小学校なんか運動会言ったらもう大嫌いで、ビリにはならないけど、5番。4番、5番、ギリ。あ、私ビリですよ。ダントツ。で、体育を中学校の時、2もらっちゃって、はい、いくらなんでも2はあかんかなと思って。そんなん。ほんで、体がとにかく硬いから。今日披露してます。今日披露してます。だからダメ。ほんで、ちょっと頑張ってみようか思って体操部に入って、でも、柔軟とかも頑張って、それから運動会が好きになりました。効果のほどは？もう、運動会でトップになりました。すごい。一度だけ。一度だけ。トップになりました。その時母親が今までそういうことなかったから安心してたんやけど、まさか娘がトップで来るとは思わなかったよね。母親のその声がもうなんかすごく聞こえて、よっぽど嬉しかったんかな。今までのこともあるから受けちゃいますね。そう。いや、本当に嫌いでしたから、運動が。そうなんだ。今じゃ。だからね、昨日もね、あったけど、あの、逆上がりできない、二重跳びできない。そんなやったから。足や。足も一緒や。そうなん？できない。ええー。飛び箱できない。逆跳びできない。笑ってしまう。私、個数がないでしょ、二人。ないでしょ。ありがたいこと言うんだ。ないでしょ。ぼちぼち。いいなぁ。体育の先生はため息つかれるんだよね。怖い怖い、顔が。目が怖い。もう、先生が。え、何やった？先生だった。やっぱり先生が卒業の時に硬い体でよく頑張りましたって。硬い体で。先生、硬いは今も維持してますよ。硬くてもスポーツできるってことですね。で、こんなして運動がまあ苦手なはずなのに、就職先がそういうスポーツウェアの会社だったんで。
で、そこで、うんまあ、好きやなんやを、うんうん、体験して、ますますそういうこう運動いうのにハマっていきましたね。じゃあ好きで、好きでしたね。うん、大好きやった。できないけど大好き。うん。まあ、滑れるんでしょ？ちょっとだけね。うん。なんかもうウェアに凝るより、うん、そのお金で毎週のように行くっていう。あ、はいはいはい。でも本当好きだね。もう好きだったね。行きましょう。行きましょう。私、この間ね、スキー場のあれを見て、ちょっと一度でいいから行こうかな、行ってみたいなーって、本当に考えてたんです。行きましたね。行きましょう。まあね、後半ね、未来のテーマでお話聞きたかったことなんですけど、かおりちゃんがこれからやりたいなってこと、一個出ました。出ましたね。スキー。いや、本当にテレビ見て思った。行きたいなー。行くよ。行く行く行く。どのくらい見てる？私。また爆笑させてくれるよ。行って雪合戦しか。雪合戦。そうそう、雪合戦行ける。雪合戦。チョコレートの人に。いや、石や。じゃ話戻しますけど、フィットネスに。はい。コナミで一番楽しかった日とか覚えてます？多分イベントとかもめっちゃやってるでしょ、当時。もう全部楽しかった。そうですね。一番多分盛り上がってた。イベント、うん、そうやけど、イベントいうのは、まあ一応、辞めていかれる方のイベントとか、そうそう、そういうのには入りましたけど、特別そのイベントなのは、参加してない。こうだから大学生の子が卒業していくでしょ。まあ、そうね。うん。ならこう泣きながら、こう話してくるの見たらもう可愛いな。そんな感じ。じゃあ一番好きなレッスンは何ですか。あ、アタックです。アタックが一番好き。じゃあここは導入されたのはすごく嬉しかったです。やったー、すごい。なんか。ありがとうございますよかったよかっ って思ったんですけど、入った時に前とは違うと自分のか体力が前とは違う、もっと頑張れたはずなのに、もっと頑張れてたはずなのになと、今から60分始まるし、60分は蛇が帰るを睨むような身になりますよ。今からですよ。だって、カオルちゃんの同級生のエツコさん、最初、そんな格闘技なんか してないの。今なんか思いっきり振り回してる。戦ってますね。そうなの。そうなの。同級生がいて嬉しかったです。まだ2人。ね、まだ。みんなの目標ですよ。言っとくけど、みんなの目標ですよ。トップランナー。トップランナーですよ。聞いていきます。言っとくけど、みんな見てますよ。どこに行っても人気者。フィットネス関係者お待ちしております。